はい、皆さん、ビッグタです。久しぶりです。ともこです。ゲスト、ともこです。はい。今日はね、ちょっと面白いニュースを紹介したいんです。面白いニュースを紹介。日本人はいつも紹介させていただきます。紹介させていただきます。おい、紹介したいと思います。したいと思います。英語でなんか紹介したいと思います。I think I want to introduce. だって謙虚なのよ、謙虚。そうだけど、なんか英語でそういう話だったら、いつも自分でそういう日本語使うとなんか、ちょっとなんか偽物みたいな、ちょっといいじゃん、日本語嘘みたいな、僕はその性格じゃないから、はい、とにかく今日は面白いんですよ、はい、この写真見えるでしょ、はい、あの子犬が6匹が見つけられました、うん、どこかで、はい、スーツケース、どこかでね、スーツケースあれなんか日本語で分かんないけど、なんかダンプスター、なんかそう、金属のなんか ちょっとカンテナみたいなやつは、うん、よくね、アメリカであのレストランの外で置いておいて、で、レストランがなんかゴミをそこに入れて、ゴミのこういう大きいのね、うん、なんていうのかな、日本語では多分日本であまりないね、あまりないでもアメリカでホームレスの人がそこに入って食べ物とか探して、それでダンプスターダイビングっていう、ダンプスターダイビングね、ダンプスターダイビング、とにかく日本はだって収集車が来ちゃうもん、そうすぐ取るね、すぐ取る、とにかくこのダンプスターの外で、うん、あのブルドッグ、うん、ブルドッグがフレンチブルドッグじゃなくて大きい普通のブルドッグが、うん、あのその辺回ってたね、あで、あの取ってる人が取ってる人たち一人かな、誰か取ったら、うん、それを見たらそれおかしいなと思った、うん、何が入ってると思って、うん、そのダンプスターにどのくらい見たら、うん、スーツケースを見つけたね、見た、うん、そのスーツケースが動いてたね、待って、その中、外を何が回ってたの、そのブルドッグが回ってたの、1匹のお母さん、1匹のお母さんが回ってたんだ、ね、ああ、で、そうか、撮ってる人がそれ見て、うん、その場面見て、うん、なんかおかしいなと思って、そのダンプスターを開けて中に見たらスーツケース見つけて、そのスーツケースの皮、うん、その何蓋が動いてるからなんか入ってると思って開けたら子犬6匹が入ってた、6匹の子犬、かわいいかわいい、見て写真、この写真をこれ、かわいいね、でもこれ面白い、結局そのスーツケースのオーナーが、あの親主、飼い主じゃなくて、飼い主、飼い主、オーナー違う、そのスーツケースの持ち主、飼い主、持ち主、はいはい、難しいね、その持ち主を見つけて、うん、で彼は僕の、そのスーツケース盗まれた、僕のスーツケース盗まれた、盗まれた、だから関係ない、責任ない、あとその子犬は違う州に住んでる友達にあげたよ、だから関係ないって言って、でも警察官が彼を逮捕して、でその子犬は今証拠です、証拠、そう、証拠、エビデンス、あ、そう、その証拠、だからその犬たちは、うん、みんながこのニュー、あの新聞にね載せてあるからみんなが欲しいでしょ、かわいいかわいい、みんな欲しいや、そう、有名な犬ね、うん、でもとりあえず証拠になりますから、あげれない、そう、裁判が終わるまでその犬は特別な部屋どこにね、あの警察官で保護している、そうそう、保護してる、そうそう、面白いね、でもなんで捨てたの、それは分からない、分かんない、でも、まあ、英語できる人たちがこの下にリンク、ね、載せますから、はい、見てくださいね、はい、見てください、そう、面白いね、日本語のニュースでしたね、はい、From America 見てくれてありがとうございます見てくれてありがとうございます